ここに俺たちの城が建つ。めでたいよな。これも霊石のおかげってやつか。でも子にだけはどうも恵まれんようだ。これがあの若め野郎の言ってた夢の代償ってやつなのか。くそ、笑える、笑えるよな。へっ、だよな。あやかしのお前には分かんねえか。ついに俺たちも一国一城の主だが、ここに来て地方の大名が連合して織田に歯向かってきた。そこで信長様はその旗頭たる石山本願寺を叩き、一気に連合を解体するつもりだ。信長様の天下取りも近い。秀吉軍の霊石とあやかしの力、本領発揮といこう。秀吉。はっ。この本願寺には大量の霊石が眠っておる。働き次第ではその霊石お主らに任せる。ありがたき幸せ。この秀吉めが一晩で落としてご覧に入れます。よし。おい、聞いたろ、秀の味、行くぞ。おら、来い。サルメ、いつもながら厳禁なやつよ。織田にでの働き、一に聞いたぞ。しかし、褒美も求めぬとは。お主は何を求める？神仏、あやかし、霊石、そのすべてを御してこそあまねく天地に楽土を敷けよう。ひとたび生を受け
滅せぬもののあるべきか。しかれど、ウヌの青き瞳にはその定めに逆らう力ある。万里の波動を超えるがごとく、この信長の野望とともに人知の果てを超えられよう。ほう、背負えるとはな。お主の背にあるものが褒美じゃ。鉄砲を使う最下手、後で会いましょう。気をつけて。鉄砲を使う最…俺の睨んだ通り、こっちの守りは手薄だったな。さ、ここで藤吉郎流、敵の注意を俺たちに引きつけるぞ。最下手の鉄砲がなけりゃ本体も門を突破できるぞ。
最下の誇りは怪我させない。私が撃ち落とされたって絶対に。水が来るよ。お前たちは屋根の上に降りる。ジウレだ。でかいぞ。早く家の外へ。何よりあなたの陽動のおかげで織田本体も侵入できました。寺にはあやかしだけでなく大水までも。この異変は溜め込まれた霊石に起因するものでしょう。あなたの力が頼りです。
パンピー、近頃また悪い咳が出てきたようでの。藤吉郎の力ですっかり良くなったはずなのじゃが、ほんにいつの間にやら。
ましょう。邪魔をするか。Yeah!
あやかしの毒がここにも。ため池の水は捨てねばならぬか。
我らの寺が霊石などに頼ったばかりに。 なんかチクッとしたの。 あんたもしょってんだな。
とどめを刺さないのか。ふん、面白い。それじゃ遠慮なく引かせてもらう。あんたも逃げた方がいい。霊石のせいか、厄介なのが寄りついちまってね。じゃあな、あんたとはまたどこかで会いそうだ。やりました。最下の神、出しゃばりを。
落ち着いて聞いて。半兵衛が死んだわ。半兵衛、具合は悪そうだったけど。京での挙兵を助成するなら霊石も欲するままに手に入ろう。だが闇討ちは心が痛む。夢を叶える力はすでに与えた。情けは無用。そうだな。あんたと同じこの力があれば